Rot. なんだ?何?いや。なんだってんだ? なんだ? やだやだ。 ローズ。なんだろう。大丈夫。まだやれる。 実力行使ね。始めるよ。
登場。脆いのね。いってぇ。大丈夫。本気で行くぜ。邪魔邪魔。敵の耐久力低下。で行くぜ。弱点みたいだな。こいつを入った。脆いよね。先に進みましょう。これがザナドゥか。どうした、ここまで来ておじけづいたか。そうでないのならさっさとしろ。ふん、今さらおじけづくかよ。暖かい。これがそう、ファレルはそれを持って戦ったんだよ。最後の最後までね。大切なもののために。感じるか、ファレル。これは、ラーズ、どれだ。お前がいずれ大切なものを見つける日が来たなら迷わず生きろ。あんたはラーズ。そうだ、お前に答えてくれ。待ってくれ、あんたは俺の。楽しそうね、ラーズ。執行官リトラ。ザナドゥは答えてくれたかしら、あなたのソウルに。教会の女狐か。ラーズ、耳を貸すな。
私はラーズに聞いてるの。どうなの、ラーズ。お父様には会えた？なぜ、お前が。あら、心外ね。せっかく感動の対面を演出してあげたのに、そんな顔されるなんて。けど、あなたのソウル、ここにいても感じるわ。まだまだ高ぶる予感がする。怒ってるの？息子に逃げられる至福の時間をあげたっていうのに。お前は一体。知りたい？なら、ソウルプラントにいらっしゃい。お茶会でも開いてあげるわ。今度は。盛大にね。考えるのは後だ。今は目の前の敵に集中しろ。ああ、生きてこの先を見たいからな。こんなところで死ぬわけには。サクサク行くぜ。しっかりしてくれよ。よし、これで。行くぜ。行くぜ。
気で行くぜ。向上。ソウルプラントか。あそこは前の戦いで破壊された後、罠であることは間違いないけど、行くのね、ラーズ。行くさ。このまま引くことなんてできないからな。ラーズ。さあ幕を開けよ。すべてを捧げ、恐れを知るがいい。大切なものか。大切なものを見つける日が来たなら、迷わず生きろ。なんなんだよもう。ラーズ、随分と難しい顔をしてるわね。クロトやウィルマにも言えない悩み事、私でよければ聞くわよ。フランか。なあ、ファレルってどういうやつだった？どうしたの急に。バルターがさ、ザナドゥに触れたらファレルを感じることができるかもって言ったんだ。うん。でさ、ザナドゥを握りしめたら金色の光に包まれた気がしたんだ。なんだかあったかくてさ、だからファレルって人もそんな感じだったのかなって。ラーズ、あと聞こえたんだよ、ザナドゥを握った時に、大切なもののために迷わず生きろって。まあ気のせいかもしれないけどね。ファレルは、彼の周りにはおのずと人が集まって
すごく不思議な人。そして私にとってかけがえのない人。つまりその、なんだよ、言いたくないならいいけど。違うの。そのうち分かる日が来るわ、きっと。お、分かった、教えてくれてありがとう。それで、あのさ、もう一つだけいいか。ええ、もちろん。俺、ソウルプラントにも行ってみようと思うんだ。ラーズ。もちろん、これがリトラーの罠だってことは分かってる。でも、自分の目で確かめたい。みんなを付き合わせるのは悪いなって思うけど。そんなことない。ラーズ、あなたはあなたの信じる道を進めばいいのよ。フラン。さあ、作戦室に向かいましょう。ソウルプラントへ乗り込む作戦を立てなくちゃ。ああ。ふん。どうだ。どうすっかな。ええ、ふん。え、ああ、いや、いいぜ。うん、了解。シリル。いいよ。いいぜ。ローズ。お。では。どうですか？ローズ。そうだな。マイド。